信長は桶狭間で今川義元を破った。その大逆転の勝利は信長の名を乱世に轟かせることになる。信長は妹お市を浅井長政に嫁がせ、浅井家と同盟を組む。そして次の標的を美濃と定める。美濃の斎藤辰興は酒に溺れ、信長様、計略は成功、猿はここですぞ。猿め、城内まで攻め入ったか。そのようなことされますな。まずいよ、猿に遅れは取れない。早急に城外の敵を蹴り、城に迫りますぞ。狂気のため全力で戦おう。柴田の首はここぞ。Come on!
進め。竜巻の姿もない。おじき、考えすぎだ。さあ、秀吉に追いつこう。敵主力は辺りで我らを撃つべく伏せています。城一帯に火を放ち、敵を煽り出すのが良策。城の中には猿がおる。犠牲なくして天下は平定できません。火を放ったやつは。火ね、手段は当たりだけど切れ物が敵にいるんだね。仕方ない。ちょっと早いけど、みんな出てきて。行くぞ。光秀さん、深入りしてる部隊をやっつけちゃって。承知しました。行くぞ。かかれ。秀吉が袋叩きになってる。奴らにやられちまったら、この戦台無しだぜ。敗北条件変更。どうした。鬼柴田の首はここぞ。などごめんだ。えらい嫌われようですな。柴田殿、向こうの軍師にしてやられましたわ。足を深入りさせた上、兵まで伏せておったとは。すぐ調子に乗る猿には良い薬を。
柴田殿、サル、名誉挽回といきますわ。